ミハイル・レンジングは、西ドイツ・リンゲン出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。性を、レンジングと表記する場合もある。地元のトゥス、リンゲンからバイエルン・ミューン編の育成部門に移り、2003年にトップチームに昇格。バイエルンでは2007-2008シーズンまでは、オリバー・カーンの控えであったが、カーンを超える逸材と言われ期待されていた。 カーンの引退に伴い2008から2009シーズンからは、政治家に昇格したが、不安定なパフォーマンスを露呈し、ベテランのハンスイエルクブットに、レギュラーの座を奪われてしまった。翌2009から2010シーズンは、出場機会がなく同年限りで、バイエルンを退団した。その後は、イングランド行きの噂もあったが、半年ほど、無所属の状態が続き、 ミュンヘン近郊のアマチュアチームでトレーニングを積んでいたが、2010年12月22日に、1、FC ケルンと契約を結んだ。移籍後は、ベテランのファリドモンドラゴンからポジションを奪い、すぐさま政治家系となった。ケルンの二部降格に伴い、2012年8月30日に、バイエルレバー,クーゼンと2013年までの1年契約を結んだ。2013年5月24日、 2部に降格したホルトゥナデュッセルドルフへ7月1日に移籍することが発表された。ありがとうございます。